はい、こんにちは。今回は前回に引き続き子供靴の、ちょっと動画を上げたいと思います。で、前回は子靴ですねの、ご案内をしたと思うんですけれども、その靴を作っている過程っていうのを少し、動画で撮ってみましたので、それをちょっと紹介できればと思います。はい、これでは木型です。で、木型に靴の上の部分になる部分をかぶせます。そして、そのかぶせた、革ですね、靴の上の部分のものを木型に沿わせて、吊り込みという作業にこれから入っていきます。はい、すごい速さで吊り込みという作業をしています。本当のお仕事でもね、このくらいの速さで仕事ができたらすごくはかどるんですけれども、左右両方同じような感じでやるように、右と左を交互ずつ、工程を繰り返しながら左右作っていっております。靴の前の方を吊り込みしていきます。ワニという工具を使って吊り込んでいくんですけれども、これはすごく特徴的な、靴作りに、代表されるような工具で、ハンマーと、ペンチを一緒にしたような工具です。で、他の革を製品では使うことがない、ほぼ使うことがない道具なので、靴作り特有の工具と言えますね。で、これ実際こうカメラを意識してというか、カメラの場所っていうのをちょっと間違えてしまった感じなので、すごくこう普段の、やり方とはちょっと違って、なんかたどたどしくなってるんですけれども、ちょっと次回こう動画を撮る場合はこの辺のこうカメラセッティングとか少し考えないといけないなと思って反省しております。ちょっと見にくい、点があると思うんですけれども、申し訳ないです。はい、で、細かくつま先の方をですね、シワを寄せていって、靴に、木型に沿わせて、吊り込んでいっております。ここからまたバーッとちょっとこう早送りしております。はい、で、木型に沿わすためにですね、ハンマーを使って、革を叩いていって、なだらかに綺麗な形で沿うように叩いていってます。これもちょっとこうカメラの位置があったりとかするので、見やすいように、なるべく見やすいようにこうやってるんですけれども、普段はもうちょっとこう違う感じで叩いてるんですけど、叩いて、沿わせていっております。で、いろんな方向から見てですね、綺麗にこう、形が沿っているかとか、曲線がどうかとかっていうのもこうチェックしながらやっています。はい、で、もう靴底をつけた状態で、これ今から何をするかというと、中に木型が入ってるんですけれども、その木型をこれから抜くという作業に入ります。で、このしっかりこう、マジックテープでこう中にこうグッと入ってるのが分かると思うんですけれども、この木型を今から外すと。で、こうぴったりになってるので、なかなかこう取るにはどうすればいいのかっていうのがあるんですけれども、こういうこうフックっていうのを使って、木型に穴が開いてますので、その穴ですねにフックを入れて引っ掛けて、よいしょ、しっかりこう足にこう固定してですね、ぐーっと力をかけて抜けるように、抜けるかな、よいしょ、抜けました。はい、そうするとですね、靴としてこう中に足が入る状態になるというわけです。はい、これが中に入っていた木型ですね。綺麗に抜けました。はい、注文いただいたのは黄色のマジックテープで、尻尾のところ、持ち手のところが赤でご注文いただきました。はい、こんな感じで可愛くできました。
で中はなんか肝ちゃんとこう足見えるかな、ちゃんとうちのロゴが入ってます。はい、でまあ子供靴とは言っても本当にあの作り方っていうのは大人の靴と同じぐらいあの手間かかって作ってます。なのであの子供靴だからまあ面積がちっちゃいので使う材料は多少は少ないんですけれども、工程としてはそんなに変わらないということが、まあ、分かっていただければいいなと思います。はい、というわけで、今回は、まあ、子供靴を作っているところの動画を含めて、お見せいたしました。まああの編集がうまくいってなくて、こう途中でこうつながりがおかしくなってたりとか、実はこう右足作ってるのに左足になってたりとかっていうのがあるんですけども、多分気づかないと思いますが、まあそんな感じで、まあ、浜のサンダルだけじゃなくて靴作ってるよっていうのをこれで、まあ、ちょっとでも分かってもらえたらなと思います。まあ子供靴だったので、まあ、実際あの大人の靴を作ってるところもまたあのお見せできればなとは思うんですけれども、今回はまあこんな感じで動画にしてみました。また、よかったら見てください。